じゃなくて、はい、どうも皆さん、こんにちは、くにです。ということでね、今回、まあ、ぶっ壊れというね、このご飯なんですけど、ギルメンの方が完凸させてるんで、使ってもらおうと思います。3戦やろうと思います。で、1戦目僕、再生パで、まあ、親子ご飯で、ね、再生特攻を持ってるということで、まあ、一番強さ分かりやすいかなっていうので、やっていこうと思います。で、今の再生って青入れてない人結構いるんで、マジで環境にこのご飯刺さってると思うんですよね。色的にも、パワー的にも。っていうので、よろしくお願いします。で、僕、今再生が多分自分の持ってる中で一番強いパーティーだと思うんだよな。どうなんだろう。ちょっとわかんないですよね。チーギュー未来がもうね、正直きつくなってきてるんで、ずらし回避してきたね、今。で、赤2枚、あー、そう、青、これね、前回トランクスがね、あ、これ外れてるね。前回アビリティで回避を見、あー、ずらしてくる。しっかりしてるね。赤虎が前回アビリティでご飯の前回アビリティ、二重かかってるんですよ。やばいんだよね、これ。あー、待って、交代ムーブみたいなことしてきたな。ちょ、待って、火力やばい、火力やばい。マジで火力やばい。ブーもさ、ご飯にやばいぐらい削られたんだけど。やばくね。戦闘力全キャラ中トップだからね。一人だけこのおじいちゃんだけ。そう、この人ね、うちのギルドで、あ、入るんだ。一番ね、年齢高くてじいちゃんなんですけど、38歳か、39歳か忘れたけど、おじいちゃんなんですよね。年金でレジェンド課金して、こんなに。やーば、買った。そう、再生特防も持ってるんでね。ちょっと踏ん張り剥がされたの無理やり、あーすげーずらしてくる。なんか、あと僕の動画、やっぱ僕のギルドの人って僕の動画めっちゃ見てるんで、僕がやるような近距離の回避読みとかをめっちゃしてくるイメージがある。あー、これは、ちょっと捨てます。いらんだ、今を。いやーでもこれしんどいぞ、めちゃくちゃ。しんどい。大魔王いらないとはいえ、レジェロ悟空を落とす手段だったんですけど、これ相当きつい。OK、最速取って。いや、しんどいなー。これ真剣勝負なんでね、普通に。いつもみたいに負けたらカットができないんで。見るか。いやー何もしてないよね。ちょっとかぶせましょう。OK。で、特殊も引ける。これ特殊かぶせれたらめっちゃでかい。OK。これ悟空いけますね。相手ライジング怖いんで多分、帰れないはず。すごい、いい勝ち筋の追い方しましたね。よしよしよし。で、こっちアーツまだあるんで即打ちしましょう。入る。OK。じゃあライジング行きましょう。トランクスも多分落とせる。まあ、ただ問題はラス1ご飯だよね。ご飯が再生特防を持ってるん で、しかも監督で、全キャラ中トップの戦闘力なんで、正直この覚醒1ブーと死にかけのセルでどうこうなる相手じゃなさそうな気がしてくるんですけど。あー待って、射撃を押そうと思ったらなんか前出しになっていく。あー通常なら OK。即打ちましょう。ガンガン回復かわして圧かけていきましょう。で、フェイント入れて、あーちょっとこのタイミング悪いな。とりあえず回復したけど、相手視点、メインでしょ、どうせ。うん、メイン使ってくる。これがね、マジ。一体絶対持ってかれるような火力なんで、気をつけて。で、うまいこと2体でぐるぐる回せたらって感じだな。おじいちゃんだから、結構、僕の勝ち筋をムーブが刺さると思うんだけど。何？即圧、オッケー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 。さあ、特殊も引ける。ちょっと場に使ったけど、セルで居座りましょうか。射撃が多いんで、もうちょっとずつでもダメージ与えていきましょう。いや、どうなんだろう、これ、ブー変えて交代回した方が良かった説もある。あ、でも場に回復いけるかな。あ、待って、ライジング溜まった。でっけぇ。でっけぇ、アイオツ。で、特殊も引けるというね、犯罪ですね、このライジングは。オッケー、最初やばかったけど、なんとかまくれましたね。完全に赤セルの使い方がうまかった。はい、一戦目勝利ありがとうございました。負け越したくないんだけど、ちょっと次のパーティー向こうの完全劣化なんですけど、僕もソンパで行こうと思いますまあ同じね、ソンパですけど、僕の親子ご飯はなんと
七突っていうね、僕のギルドね、七突のこと母体って言うんですよ、みんな。怖くない？七突のキャラのことを母体って呼ぶんですよ。怖いギルドなんですよ、めちゃくちゃ。年齢30代以上のね、人が結構多いんですけど。で、いつも10代のあの、貧乏なキッズが、うちのギルドのキッズがいじめられてます。はい。よろしくお願いします。めっちゃ、富裕層と、底辺層に分か、もううちのギルド本当に分かれてるからね。そんなね、収入とかそういったことでね、別に差別とかしてないですけどね。まあそういったやりとりを、まあ冗談としてね、交えつつやってるのがうちのギルドの面白いところなんですけど、よろしくお願いしますというね、うちのギルドの自慢話もしつつね、やっていきますと。合わせて、あ、次は相手ブルー悟空出してきましたね。ブルー悟空も、うわ、やられた。ブルー悟空も、親子ご飯の全開アビリティが乗ってるんで、まあ、とんでもないんでね。まあ、強いんで。ちなみに、このブルー悟空の時に初登場しましたよね。この、ノーさん。動画に出るのに、え、早っ！ワンコンじゃないこれ。ちょ、ふざけんなよ、ジジイ。怒りのワンコン、え、ワンコンだよねこれ。違うっけ？いやー、つれーこれ。おい、いきなり一体死ぬのはないでしょう。しんど。クル入ったんだけど。ちょ、中距離射撃に切り替えて、オッケー。で、おい、あー、これちょっと悪かったかなー。圧引けないよね。ちょ、もう一回見ましょう。おし、跳ねた。見せてやれ、火力。悟空落ちの火力ですよ、これが。落ちろ！多分落とせる。はい、最強。はい、最毎度バン！え、370万ですよ、くーれ。皆さんの年収ぐらいじゃないですか。あー、聞かれた。やり返されるな、これ。まあまあまあ、大丈夫。さすがに耐える。親子ご飯言って硬いんで。やーば！ちょ、危な、このジジイ。危な。交代ムーブ刺さる。ちょ、ブルーゴク帰ってくる前に打撃消化して時間稼ぎつつライジングで、どっちか落としたいな。ちょっと待って。やばくね？親子ご飯だよ、俺も。あんな削る？いや、もうこれ相手視点うち回避ないんで、多分避けさせてライジング通る。オッケー。で、ちょっと読まれたくないんで必殺でいきます。落ちるかな？ちょっと、貫突なんだよな、相手の親。じいちゃんのご飯。通る、年金ご飯なんでね。みんなの税金とか、あ、年金からできてる。うーわ、マジで。耐えられたんだけど。まあ、落とせるとは思ってないけど。即射撃、オッケー。さあ、これまだ全然あるよ。全然あるよ。まくり方うまくね、マジで。いやー、落ちるか。いやいやいや、でも踏ん張りあるからまだわかんない。これ落とせるか、この悟空で。入る。いや、全然効かん。これ、特殊積んで火力上げるか。全然効かないんだけど。嘘みたいなダメージ、嘘みたいなダメージ。ちょ、これわざと外して。いやー、射撃撃ってるのか。あ、ドカバキ。いや、ちょ、下手すぎ。いや、おじいちゃんも下手すぎでしょ。バンに使わした。ちょ、まあ、通常でラン、通常でラン。危な、危な、危な。ちょ、硬すぎる、マジ。いや、場に戻ったな、これ。しかも射撃しかねえ。最速取った。いや、でも、音。落とせないんかい、通常。ま、通常出ない。もう、じいじい、なん、今、老人に虐待しちゃダメだよっていうのが出ちゃったね。え、でも、踏ん張りあるけど耐えるんじゃない、さすがに。それは、それは甘いよ、じいちゃん。よっしゃ。はい、2勝しました。あぶねえ。いや、火力もさ、耐久もやばくない？ラスト、サイヤ人パ。僕のお気に入りのパーティーですね。一番お気に入りなんですけど、青がいないんで、クソ重です。はい。てか、今回持ってきたパーティー、全部青いなくない？俺。あ、いたっけ？さっきのパーティー。いや、いないわ。青、完全親子ご飯接待パーティーみたいになってるけど、まあ、純粋に僕が今使ってるパーティーは今みたいな3つなんですけど、ってことはさ、やっぱ最初に言った通り、環境に、青属性があんまりいないんですよね。うん。僕が使ってる3つにいないっていう
ことはっていうか、まあいる人も多いと思うけど、ベジットブルーとか、まあ未だに結構いますけど、再生とかね、かなり増えてきたんでね。前よりは青がね、いないっていうので、親子ご飯が強いねっていうのがね。ああ、しっかりしてるじゃん。ちょ、なんか酔っ払ってるとかさっき言ってたんだけどさ、LINE で、じいちゃん。オッケー、かぶして。全然酔っ払ってないですね。嘘ついてますね。負けた時の、言い訳してますね。オッケー。それ俺と同じことやってるけど、対処法あるんですよね。はいはいはい。いやー、これちょっと、ベジータで、気力回復なんぼするんだっけ、これ。いや、全然せん、いや、ちょ、これミスったな。ライジング1、これで通せると思ったんだけど、気力回復ないの、マジクソゴミだな、このベジータ。お前、ご飯とトランクス見習えよ。タックル入る、射撃、中距離じゃない。オッケー、キャラチェン回避しっかり刺して、で、裏にレジェロ悟空いるんで、まあ、ライジングは打てないっすね、また。いや、勝って。まあ、コンボ終わりにワンチャン最速取れれば、ライジング直当てしたいなって感じですね。とりあえず射撃打つたびに4ダメ上がってるんで、最速取れればライジングで落とせると思う。いやー、そうか、そうか、そうか。多いな、俺がよくやってる技。いこっちでいけます。ライジング打ってきてもいいよ、別に。あ、打ってきた。読んだらでかいけどな。うわー、特殊持ってんのか。選べよ、GG。視察かー。いや、さすがにしんどいのかな。全勝ちは。おじいちゃん、通る。オッケー。しっかりヒット確認してね。あー、つって。で、いや、勝てーわ、マジで。勝てー。勝てなチオカウンターか。これ、悟空砲でどんぐらいいけるかな。いや、ちょっとライジングしたくないんで、究極で削りましょう。勝った、お前も。単純にこのパーティーの火力がないのかな。え、これ弱いんかな、やっぱ。俺相当好きなんだよね、このパーティー。うちが使ってるパーティー。これ交代ムーブ刺さるんじゃない？あー、遅れた。うわー、もうこれ回避速圧祈るしかないね。あー、してる。これ勝てば、まだある。負けたらしんどい。負けたら一体落ちかな。うわー、しんどこれ。いや、まだあるまだある。オッケーオッケー。究極圧、そのまま撃たれてたら危なかった。ベジータ。もうさすがに覚醒7なんで、ある程度は耐えると思うんだけど。どう？ああ、大丈夫。偉い偉い。近づけなかった。今度はキャラチェン回避やめてるね。しっかりしてますね、おじいちゃん。ずらします。うわぁ、即圧か。いや、これ避けれてたらライジングで潰したんだけどな、赤一体。ライジングさすがに2周目溜まってないと思う。でこうわぁ、それ落ちないでしょ、さすがに。極落ちの火力が、まあ、やばいんで、火力が、下が回ってない。それは多分耐える。いやー、やばい、ごめん、嘘、やばい。あ、最速取られた。あー、回ってない、オッケー、でかい。よーし、じいちゃんだね、やっぱ。交代ムーブ刺さりましたね、焦りましたね、相手。いや、ちょっとこの交代、握手だったかもしれない。最速。さあ、うまいごと、フルパー悟空砲とかのおかげでサイクルがギリギリ繋がってる感じですね。よし、踏ん張り剥がして。いやー、つもう一枚来んよな、これ。いや、気力も足りんか。できたら被したいけどな。あー、遅れたー、最悪だ、これ。もったいねー。これ、避ける、じゃないよ。オッケー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 。直圧しよう。うわー、遅れたー。今、過失時だったんだけどな、直圧できれば。まだ入る。で、一応、ベジータ後半なんで、泥足も乗ってるんですけど、バニ回復はいけるけど、しんど。直圧入る。これ外しましょうか。外すしかないんで、時間稼いで、なんとかサイクル回しましょう。泥足あるんで、ベジータが。まだワンチャンあると思って、即打ちかー。ずらします。オッケー。もう一回。よし。よし、突っ込んできた。通常嫌がって突っ込んできました。で、絶対出てくる。オッケー。ちょっとでも時間稼いでね。
で、早めに打ちます。相手視点は交代回ってないと思ってるから、で、ここ回避読みします。オッケー。さあ、まだあるぞ。サイクル繋げろ、ギリギリ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いやー、マジかー。ちょっとそれ辛いな。あー。よし、しんどい。あー、これ避けるしかない。ライジングかな。あー、あるか。うわー、でも結構頑張ったんじゃない？いや、普通に取り直しなしでさ、全試合いい感じじゃない？ご飯の強さも見せつつ、この、俺のうまさも見せるっていうね、やばい、いい動画。いい動画。はい、ありがとうございました。ということでね、まあ、関突親子ご飯やばさ分かりましたね。レジェンズバトルロイヤルでね、これ使えるんで、ぜひ、作った方は、バトルロイヤル始まったら遊んでみてください。いや、楽しかった。激アツでしたね、試合。ということで、国でした。お疲れ様でした。